ネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団。毎月第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊こそメンバーが酒を飲みつつ映画について語る居酒屋的視聴者参加型ユーストリーム番組。ツイッターなどでの参加も熱烈大歓迎。シネマラボ特刊こそ金曜キネマ鑑定団。どうもでーす。はい、こんにちは。こんばんはだ。こんばんはでーす。はい、最後、中、うがなびら、始まりました。ちょっと待ってよ。リュウジの声がめちゃくちゃ割れてるね。今、俺がめっちゃ大きい声で喋ってるからです。大丈夫ですか？今、なんかマイク、自分の声が。レベルゲージにもいかなかったくらいでかくなったな。それね、多分、俺が慌てて大きな声で出し、大きな声出したからだと思うんですよ。はい、林さん、大丈夫でしょうか？はい、音声チェックも OK だということで。おとなしくというか、はい、夜ですんでね、なるべく、近隣住民の方にご迷惑ならないぐらいの形で楽しく騒がしくやっていきたいなと思っております。はい、というわけで今夜も始まりました金曜キネマ探偵団、今回で第54回でございます。はい、今夜もですね、いつものように、沖縄県那覇市大六にある某、特艦小僧の某特艦小僧特艦小僧の某事務所にで、はい、これでね、何時ぐらいかな、12時も過ぎてもずっと放送していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介の方から、私が、今夜も司会だと思います、務めさせていただきますシネマラボ特艦小僧の代表でございます平隆二でございます。よろしくお願いします。こちらから、はい、特艦小僧メンバーの与野原松美です。よろしくお願いいたします。松美さんでございます。はい、特艦小僧、竹富よしみでございます。よしみさんです。よろしくお願いします。そして菊村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今夜もですね、撮影の方から技術全般すべてやっていただいておりますこの方です。はい、裏方の東間林です。はい、林さんです。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、フォーメガネで、フォーメガネプラス林さんでお送りしたいと思います。あ、そうか、全員メガネ。メガネ、はい、問題はあんまり頭が良くないんですけど、はい、メガネが頭いいって言われたらおかしな話ですよ。そんなものは博士みたいな古い話ですね。はい、ということです、はい、この金曜キネマ探偵団はですね、毎週第3金曜日にお送りしている、はい、ユーストリーム番組でございます、はい、出演している私たちだけで、やっている番組ではございません、見ていただいている皆さんにも、ぜひ参加していただければと思っております。皆さん向かってパソコンとかでね見ていただいていると思いますが、向かって右側こちらです。画面の右側ね、こちら側の方に、はい、過去の番組ソーシャルストリームチャットとかあるんですけど、はいはい、ソーシャルストリームというところをクリックしていただいて、うん、ご自分のまあユーストリームであるとか、ツイッター、フェイスブック、ミクシーなどのアカウントで、ログインしてもらってこちらのコメントをぜひ書いてくださいと。そう、でそのコメントね、あの番組の方でどんどん反映させていただきますので、そういった形で参加していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速黒トカゲさん疎開中という。疎開中、あら、おや、書き込みできてるだろうかという。多分なんかいつもなんか書き込みができないとか、うん、なんかいつもトラブルがねちょっと発生しますけど、どういう意味疎開中、どこにいるんだろう。多分なんか別の どっかの防空壕でね、防空壕で別アカウントから、別アカウントかね、別パソコンから、気持ちいい思いでなんかこう、こう大根とか食べてる人の畑で気持ちいい気持ちいいと、うん、どこまで冗談で言っていいかわからないネタでございます。はい、こんな感じ、はい、あの黒トカゲさんみたいな形で、はい、コメント書いていただければですね、はい、あのどんなコメントでも、拾うように努力します、はい、ということでございます。どんなコメントでも、ね、からな、なるべく両属に反しない程度でございますればということですね。はい、そしてこの番組ですね、第1木曜日は木曜キネマ探偵団、はい、沖縄と沖縄に関する映画についてね、はい、ハイブローに語っていますけど、はいはい、語ってるかも、ごく真面目に、ね、ごく真面目に、ね、ごくごく真面目に語ってるんですが、こちら金曜キネマ探偵団は、まあ、ゆるゆると、はい、皆さんね、金曜日週末ですので、はい、手に手にお酒、まあ、ソフトドリンク、ね、おつまみ、お菓子、ご飯な、ね、食べながらね楽しく楽しくね、はーってやりながらね食べていた、あの食べていただ、見ていただければと思います。食べていただければと思います。食べたらそのままじゃないか。
ただ飯食ってるだけで、それもいいんですよ。変わらない。そうです。僕たちもねビール持ってきたんですよ。はい、おつまみもありますからね。はい、皆さんあの楽しくね、あの宴を、はい、開催ながら宴に参加してくださいということでございます。はい、じゃあ皆さんビール、はい、ソフトドリンクちょっと開けて、はい、音出しておいて、はい、よっしゃということですね。はい、開けました。皆さん、はい、手に持ちましたでしょうか。手に持ちました。じゃあ沖縄式に乾杯、カリーでいきたいと思いますね。カリーね、はい、幸せがつきますように。ではカリー、カリーだ。あ、おいしい。うわ、だから本当に一気に飲んじゃった。ねちなみに俺飲んでるのがオリオンビールのね、琉球ホワイトって。あ、新しいやつだ。あの家島さん、沖縄の家島さんの小麦を使ってるということで、あ、そうなんですね。まろやかで美味しいんですけど、問題はですよ、家島さん小麦一部使用なんですよ。あら、ちょっと弱い。どれぐらいの一部なんですよ。咳込んでますけど。韓国ビール、韓国麦すぐり、韓国ビールです、ね、韓国ビール、韓国ビールってのもあんのか今。これさ、これさ、字面がさ、麦すぐりなんですよ。麦すぐり、すぐりっていうのがなんか不思議な感じ。ふぐりじゃなくてよかったっけ。よかったですよ、麦ふぐりだったのね。麦にあるんだろうか。植物なのに、植物なのに。ふぐりがめしべとおしべと。下ネタじゃねえか。はい、すいません、視聴者が一人減ってしまいました。下ネタなんか言ってしまったので。やばいな。はい、そんな感じで、はい、まあ、ゆるゆるといきましょう。はい、はい、じゃあ今夜もメインウンタクと称しまして、ですね、まあ、映画にまつわるネタを出します。はい、それについてね、今日もお話ししていきたいと思います。もうよろしいですか。はい、はい、じゃあメインユンタク、待ちますよ、待ちますよ。ポイントが消えた。いいですよ、ポイント消えても大丈夫ですよ。どっかに出すの、その隙に、どのカメラに出すの。うん、こちらのここに出しましょう。あ、豪華に3回目ですからね。うん、いいかな。はい、いいよ。はい、あれ出てる。いい、うん、いい、なんでしょう。どうぞ。あ、どうぞ。はい、じゃあこちらでございます。ドーン。はい、若干遅れ気味で出ております。はい、はい、脇役はし、橋役だよね。早役だ、脇役、早く、ちょい主役。はい、俺走っちゃったよ。脇役、早く、ちょい主役、はい、ということで、映画にね、はい、もちろん主人公だけじゃ映画作れませんから、はい、はい、脇役早く、映画の中で主人公を引き立たせ、時には主役以上に強烈な印象を残す脇役に今回スポットを当てて、はい、トークしていきたいと思います。はい、はい、ということです。もちろん映画は主人公あってのものだったりするんですけれど、やっぱ主人公以上に強烈な個性を映画の中でね、醸し出す人たちというのがたくさんいると思うんですね。はいはい、で、特にその映画の中でその主人公の、活躍であったりとか、はい、そういったものを際立たせるためにあえてなんかそういったなんか深掘りをしたりとかね、はい、そういった、塑造っていうんですか、この主役の際立たせる、際立たせるというか、うん、際立たせる、同じこと今3回言ってますけど、とにかく際立たせるためという脇役をためにね、いろんな魅力、いろんな味わいを持った、ね、役者さんが出てきております。はい、今回そういったなかなかね、メインスポットが当たらないんですが、皆さんの記憶の中にある脇役、早役を、はい、一人ずつね、まあ、だらだらとなんですけどね、だらだら紹介していこうという趣旨でございます。はい、そうだ、最近有名どころで言うと、例えば吉見さんなんかあります、ね、本田博太郎とか。わかりやすい。なんで有名どころって言うから、まあ、有名どころですよね。うん、けど俺たちの中では有名どころですよね。え、本田博太郎は普通なんかどうなんだろう。いや、なんか NHK のお昼の番組とかで取り上げられたりもしてたかな。そうですね、有名どころの脇役というか、最近はちょっとね、最近ちょっとね見ないんですけれど、うん、ちょっと前5年10年ぐらい前ですとテレビになっちゃうんですけどね、はいはい、2時間ドラマ、はいはいはい、でサスペンスですよ、はいはいはい、もみじ山村もみじ、そう、山村もみじも出てきます。大体山村もみじは騒がしいだけ。本田博太郎出てきますよね。出てきます。で、本田博太郎さん出てくると最初から怪しそうなんですよ。なんかボソボソっと喋って、そうそうそう、でなんか妙に何か隠してることがあって、もしかして、もしかして
みたいな、そうそうそう、なんか本当にボソッと喋って喋ってるんだけど怪しさ満点で出てくるから、そうそうそう、いわゆる犯人候補1みたいな感じで出てくるんですけど、僕なんか CM 出てなかった最近最近出てます、本田博太郎なんか本当生田斗真っていう人かな生田斗真という人かなあっちは主役の方ですよ、主役の方ですねというお風呂湯船に2人入ってバスクリーンかなんかの CM、 あれそういうその CM、 はいはいはい、それだ、本田博太郎がこちょっと前ですね、はいはい、股間の方に顔をうずめようとする、バスクリーンだっただったと思う、うん、なんかあの入浴剤の CM ですよね、入浴剤の CM だったと思います、うん、まあ俺んちに湯船がないからあんまり興味がないけどなんかすごい、ああ本田博太郎だ久々だなって思った、うんうん、なんかそういう感じ、本田博太郎さんって言ったらね、あのちょっと沖縄がなるんですけど、姫入りの塔1995年バージョン、沢口靖子さんで、はいはい、あれでも引率の先生で、ああそうか、はいはいはい、で僕の中で本田博太郎さんは、まあ、基本的にいやらしくて怪しい人か怪しくていやらしい人かなんです、ね、同じだよ、同じなんですけど順番だけで、ああ、まあ、変わったりとかするそこら辺でうまくやってるんですけどあんまり対比して、姫入りの塔で引率の先生やってらっしゃったんですよ、絶対俺ないやらしい感じするの、そう、あのガクトにこう、うん、なんていうの、手出しそう、手を出してね、大変そんな話あったんだってことになるんだろうと思ったらならなかった、ならなかった、うん、見事にね新刊を引き抜いて、怪しいというところで言うとあれだ、スティーブ・ブシェミとか、あ、もう有名どころですね、有名どころですけど、こっちもあの確かに主役食ってますもんね、食ってる、目つき怖いから、ギロッとしたんですけど、アルマゲドン、はいはいはい、有名どころで言うとアルマゲドン、あれであのこうなんだっけ、そのブルース・ウィリス率いる掘削チーム、核ミサイルを水星にあのぶっ込んで爆破させるための掘削チームが水星に行くわけじゃないですか、はいはい、うまい具合に行ってやるんですけど、案の定スティーブ・ブシェミが、うん、あのいらんことするんですあの機関銃撃ちまくったりとか、どうせ死ぬんだ俺たちガーガーって言って捕まえられて、お前死ぬ気かって言ったら、いや冗談だよ冗談だよ冗談じゃねえよ冗談じゃねえよってっていうのがあったりしますけど、スティーブ・ブシェミも怪しくていやらしいか、うん、いやらしくて怪しいかどっちかで、まあ、大体この2パターンしかないですよねもっと比べると4パターンですね4パターンなんですけど、いやらしくていやらしいか、いやらしくて怪しくて怪しいかなんですけれど、あけどスティーブ・ブシェミもやっぱテレビ、今テレビの方ではあれですよ、ウォークイン、ウォーキングデッド、ウォーキングデッドなんとかウォーキング、テレビアメリカのテレビ、あのすごいお金がテレビシリーズのギャングものですよ、1920年代から30年代の、うん、いわゆる有名なギャングの若き頃を描くっていう群像劇の中の主人公やってますからね、あ、そんなのやってるのね、はい、あのそれで主人公やってることにびっくりしたんですけど、結構面白いですこれ、なるほど、はいはい、ということです、はい、ちょっとじゃあ、ツイッターというか SNS の拾いますと、はい、飯山さんこんばんはです、こんばんは、2時間サスペンスだと、ラストの岸壁こそ真の脇役でしょうと無駄に決めつけたのに、まあね人じゃないんですけどで花の湯さん、うん、ネット回線が重いのか画面が固まるって感じますが大丈夫です、今日はいつもに増してゆるゆるといきますんで、うん、ちょっとぐらい止まっててもそんなに、問題はないかと思います、 2,3 分固まってても多分同じことしゃべってる、はいはい、同じブシェミがブシェミがブシェミがブシェミブシェミのなんだっけってずっと言ってる他何出てたっけ、うん、っていうことをやってるかもしれないです、はい、ということですね、はい、まあこんな感じですかね、まあ、見えてるよ、うん、ほい、はいはいはい、あとは、うん、あと、七国ってあれ脇役に入る、いや、じゃあ、あれは何だろう、毎回チラッと出てるじゃん、うん、早くもいいとこじゃん、看板につったらなんて、看板にだけなんてね、ネオンサインになったりしますけれど、はいはい、毎回出てくるじゃん、うん、それ確かにありますねじゃこんな感じでね、うん、あの自分がさあの印象に残ってる、はい、この脇役とその脇役の魅力をね、はい、あの紹介していくのはどうだろうと思いまして、はい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 、そういう感じでございます、じゃ自分の方でいこうかな、あどうぞ、はい、はい、龍二氏の、はい、平龍二氏のね、なんか話しましょう、もう一番分かりやすい方をご紹介したいと思います、はい、あの最近見たからってのありますけど、やっぱりいいなと思ったのが川谷拓三さんです、あ僕ね東映実力ヤクザものって見てないのが2つあったんですよ、
実力見てないのが2つ、はい、見てないのが2つっていうのが、うん、だから数年の間に実力ヤクザものって山のように作られて、はいはい、そして一気にその知る、なんだっけ、人気がなくなってとかネタが尽きてしまって終わってしまうんですけど、ね、うんうん、北陸代理戦争あたりで終わっちゃうんですけど、いわゆる仁義なきシリーズでしょ、うんうん、仁義なきシリーズで僕2本見てない映画があって最近やっと見たんですよ、うん、ネットフリックスでネットフリックス入ってるんです、はい、仁義なきシリーズの2作目と3作目、はいはい、1つが、ね、頂上作戦、仁義なき戦い頂上作戦と第3作目の仁義なき、戦いの、代理戦争、代理戦争、あ、代理戦争、はいはいはい、それで、川谷拓三さんが、2作目3作目に出てるんですけれど、うん、川谷拓三さんの成り上がりというかですね、はい、このあがいてる感じが役柄にすごくよく出ててね、裏も含めるとすごい面白いなということをちょっと語りたいと思います。まず最初に、仁義なき戦い、これは頂上作戦か、うん、頂上作戦か、そうだな、そちらの方なんですけれど、まず最初にあちらの方で、北大路欣也さんの主役なんですよ、はいはい、広野正造を扮する菅原文太は第1作では主人公ですけど、うん、第2作ではちょっと脇役になります、はいはい、から、菅原文太がちょっと、刑務所に入って、うん、まあ、しばらくして出るんですけれど、冷遇されてるんですね、広島の、うん、金子の坊の方からね、金子の坊に冷遇されて、はいはい、ちょっとね腐ってる頃、ちっちゃいとこ、ちっあの呉の小さなところで訓練やってるんですけど主人公は北大路欣也、うん、で無鉄砲でね、でヤクザになるしかなかった男が鉄砲玉になってしまって、どんどんもういいように利用されて追い込まれていくっていうところで、はいはいはい、それでいろんな千葉真一が出てきたりとかね、すごい、いい役者さんがすごいいい演技してるんですけど、その中で川谷拓三さんが名もなき組員の一人で出てきます、うんうん、千葉真一扮するヤクザの組長に拉致をされて、うん、拉致をされて、ボートの上というかね、漁船の上でボコボコに殴られて、はい、その後この、縄でこう縛られて、はいはい、海に突き落とされて、はい、漁船に引っ張られるって役だったんですよ。体で水上スキーを、体で水上もうスキーになってますよ溺れてるんですけど、はいはい、それをやって、その後引き上げられて、木の上にくくられて、くくられた上で、鉄砲の的にされるんですね。うわよう見とけよって千葉市長がドーンとかやったりするので、はいはいはい、ボンボン体が跳ねて死ぬっていうね、本当にひどい役だったんですけれど、はいはい、けどそれでその根性が認められて、うん、あれなんですよ、代理戦争、はいはい、その3作目、次の先の第3作目でついにセリフ付き、死んだはずなのに、いや一応それはね、死んだはずなのにって仁義なきだよくある話なんですよ、そうです、あれっていう話が顔が変わってるとか、ね、人間変わってるとか、違う人になってるとか、なったりするあるんですけれど、同じ人が違う人になってるとか、そうなってるとか、死んだ人が出世してると別の名前でとかあるんですけれど、それで川谷拓三さんはその3作目、代理戦争の方で見事、はい、死んだはずだったんですけれど、いつの間にか広野正造の組の、組員になってるんですよ、はい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 、けどね、広野正造がまだ冷遇されてる頃、広野組ですか、うん、組が冷遇されてて、呉の、港のそばのくず鉄 の、 見張りをやってるんですね、組として、はいはいはい、でその組員なのに、そのくず鉄を盗まれないようにしないといけないのに盗んでしまうんですよ、自分で、そう、はいはいはい、で最初に出てくる川谷拓三さんはまず最初にボコボコに殴られるところ登場なんで盗んだんじゃーってボコボコってああってやって、でそれでなんで盗んだんだって言ったら、いや女がテレビ買いたい、あテレビ買いたいって言ってやっぱボコボコに殴られるんですよ。で次のシーンでどうにか落とし前つけたいっていうことで、うん、左手を切るんですよ、小指を切るんじゃなくて左手を切るんですよ、きついなで、はい、持ってくるんですよ、はい、でなんで広野正造が何があったんだって切るとこいつ左手切ったんですよって言ったら、菅原文太ね、広野正造がまた怒って、お前どうやって茶化持つんじゃんすいませんすいませんって殴られ続けるって勝手に好きなことやって、なんか取り返しのつかないことになってる、そうそうそう、ボコボコにされる、ボコボコにされる、でもう役に立たん男だと思われてるんですけど、はい、新しいなんか役なんかどうしようもない不良少年が組に入ってくるんですよね、はいはい、その組員 このこいつに今度はなんかいらんこと言うんですよね、うん、今組長がすごい困ってる、はい、あいつさえ殺しておけば、はいはい、邪魔者いなくなるから、はい、やっといた方がいいぞって誰からも知り合いもないのにいらんこと言っちゃうんですね、はい、それでいらんことして大問題になるんですよ
最低でしょう、ね、おーって感じ。いや本当にひどいんですよ、はいはい、で自分の女をすぐあてがうし、あいつを元気づけるときやってこいやってやるしってもう、はいはい、もう本当に最低なところですね。で役作りも素晴らしいんですよ。川谷拓造さんって言ったらちょっとね、ちょっと角刈りだったりとか、はい、ちょっと短めの髪ってイメージがあるんですけれど、うん、代理戦争の川谷拓造さんはちょっとね、パーマを少し当てて、うん、ちょっと何ていうかこう上げてリーゼントっぽくしてちょっとチュルンってしてるんですよ、はいはいはい、でちっちゃな眼鏡してていつもこんな感じで、はいはいはい、でずーっとこんなに大事、俺見てないな、あ、まあ、いいや、でイヒイヒ笑いながらなんか裏でいらんことをして余計話をこんがらせる、はい、こんがらがせてしまうっていうやつね。本当になんかいやらしいっていうのをちゃんとやなんてこの表面ちゃんと面でこうちゃんとやってるんですよね、はいはい、本当素晴らしい。そうか、だから川谷拓造は本当にね、うん、だからまあ、まあ本当に有名どころは有名どころ、まあそうですよね、まあ、でも最近の人は知らないかもしれませんが、うん、それこそねその実録物とかからで、はいはい、ドカンと名前が売れた脇役からその主役になるまでなった人ですもんね、なんかね、うん、あ、ごめんなさい、2作目は広島市東編でした、すいません、そうです、でその後が代理戦争です。僕が言った代理戦争でボコボコに、なんだっけ、左手を自分で切るという役をやるんでしたね、はいはい、失礼いたします、うん、で県警隊組織暴力ですよ、はいはいはい、県警隊組織暴力で菅原文太の山城慎吾の刑事にトイレに連れ込まれてボコボコに殴られるっていう、殴られてとりあえずボコボコにされる人ね、ピンポン玉みたいにやられてこっちに行くと慎吾にやられて、こっちからこっちに行くと文太にやられるっていうことを繰り返しやるっていうね、キャッチボールされる、キャッチボールされるっていうね、映画的な躍動感が素晴らしいし、ね、リンチってこうじゃなきゃダメだよねっていうね、いい感じのね、やられっぷりをしてます。あいやいや見ましたそのシーン。代理戦争だっけ、代理戦争でそのボートにくくられて引っ張られるっていう、うん、はいはい、自分、ごめんなさい、ね、さっき名前間違えてしまったんですけれど、あれは、広島市東編、広島市東編でした、うん、あそこでだからもう、あの頃だからまあ脇役の集まり、うん、大部屋、はい、集団の中で川谷拓造はどうしても目立ちたいからっつって名前をね売りたいですから、ね、売りたいからっつって本当に縛ってくれっつって、ああはい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 、本当に縛って本当にロープで引っ張ってくれ、うん、ってすごくなんか監督に直談判したらしいけど、うん、やめとけって言われて深澤謙二にもめちゃくちゃ怒られたんですよ、そうそう死ぬぞっつって、そうそうそう、ただその根性を認めるっていうことで次の作品で、いわゆる名前付きの役を、役をもらえるとなんだよね。だからそれはね、だから川谷拓造さんのなんていうのかな、そのどんな役でもいい、うんうん、どんななんか情けなくてひどくていやらしい役でもいいというその根性が、ね、なんか透けて見えていいなと思いましたね、うんうん、なんかねやってることは本当ひどいんですよ、もう凄惨でひどくて、ね、もう陰湿でね、なんだけど妙な爽快感、うんうん、あでもそれは分かる気がする、不思議なんですよね、うん、いじめられるシーンを見て爽快感が得られる、それもなんか問題、ちょっとおかしな方向なんですけど、問題あるけど、問題発言なんですけれど川谷拓造さんのその頑張りぶりっていうのがなんとなく見えてしまう、ね、うん、やっぱ川谷拓造拓本は素敵だなと思いました、うん、もう彼こそ名脇役、うん、息子さんもなんか今似たような役やったりしてるよね、そうですね、顔つきもなんか似てらっしゃってね、そうそうそう、なんか、うん、結構最近のなんか、うん、鬼平犯科帳かなんか見てたら、うんうん、なんかそっくりの拓本そっくりの人がボッコボコにされてる、同じようなことされてる後で調べたら、ああ息子だったんだ、へ、そうなんです、息子さんも俳優で活躍されてるんですね、そうそうそう、確か西名たかしかな、かな、どっちか、うん、本名が西名なんですよね、そう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 、へ、あ、そうなんですね、うん、西名たかしだ、ボコボコにされてる、今ねオフィス北の所属なんですそれはボコボコにされてる、俺誰かの息子と間違えてるな、多分西名は松方弘樹の息子らへんと間違えてるじゃないですか、違います、携帯電話中に電車に轢かれて死んだ人って誰だったっけ、誰の息子だっけ、俳優で、またマニアックな調べないといけない状況の話じゃないですかその東映系のスターだったような親が、ないな、へえ、そうなんですね、いや、わかんない、15年、20年近く前の話よ、拓本の息子ってもう一人いなかった、一人だけだっけ、まあ、次男さんいるのかな、わかんない、川谷拓造は主役、うん、
でもしてるのあれだな、か河内のおっさんの歌。あ、うん、あれひょっとしたらそうです、初めてあれが主役、主役かもしれないですね。ダボシャスの天とかも違うか。ああ、飯山さん、はい、今だったら本職のスタントマンが緻密な段取りしてやったり、CG 使ったりすることを段取りなしでガチでやってるのがすごいひどいですよねという。だからあの頃の東映のだから実力ヤクザの、うん、今までだからやっちゃいけないことっていうものを、はいはい、あえてやると、もうテレビが、ね、どんどんすごくあのテレビにどんどん食われてるからテレビができないことで、くすぶってる人たちがいっぱいいるからっていう、うん、そこら辺が爆発した感じの、うん、一番この爆発した中のなんかこの残りがという なんていうか、このクズのような、うん、なんていうのかな、これもすごいみたいな感じがありますけれど、あ、そうですね、あの主役、初めての主役は、なんだっけ、河内のおっさんの歌、うん、一般映画での初主演ということで、うん、一般映画じゃないの、ピンクとかあるのあるのかもしれませんけれど、うん、まあドカベンでドラマやってるんだ。あ、そうそう、ドカベンでドラマ役高校生役これ1977年だから、うん、デビューしたのが1964年だから、もう立派なもん、もう中堅クラスで高校生まあまあいいでしょうっていう、まあいいでしょう、いいでしょう、いいかな、何を認めてるか分かんないですけど、はい、え、ダボシャスの天っていうのあった、あったあった、サッカー探してるけど、うん、ね、ちょっと黒トカゲさん、黒トカゲさん、やはり我が家の書き込みがおかしい、なんですかね、なんでしょう、ピラニア軍団、そう、ピラニア軍団、そう、そうだ、ピラニア軍団も説明が多分必要になるけど、え、主役じゃないのこれ、主役でしょ、多分、え、何が、こっちの方がさっき、あ、じゃないや、河内のさんの、そうだ、河内のおっさんの歌が、そうか、1976年に、うん、あの河内のおっさんの歌で主役になって、うん、で、続編が翌年か、続編もあったんだ、あ、そう、続編見たもん、浮かんで見た、陽気さんの我よ、そうそうそう、あ、同じ年だ、1ヶ月しか変わってない、いっぺん撮ったのかな、で、翌年ドクシャツの天が翌年だね、あ、もうだから連続してる、これ翌年って言っても2月だから、うん、その前の河内のさんの歌の2作目が12月だから、はいはい、もう2ヶ月後くらいにまた主役やってるから、この時期に一気に売り出しにかかったんじゃないかな、うんうん、で1975年にピラニア軍団が結成されるんですけどね、75年、東映ピラニア軍団が結成されたと、その前にまずピラニアピラニア軍団結成ということ、いや、あの脇役とかキラレ役の人たちが集まって、集まり作ろうぜということで、まずピラニア会っていうのがねできて、岩瀬正孝、川谷拓三、志賀勝の3人がピラニア会を結成、志賀勝、まあ、詳細今ウィキペディアをただ喋ってるだけなんですけれど、でその後室田秀夫、小林ねじなが加入、うん、が何年、75年に、うん、60年代後半からピラニア会っていうのがあったそう、あ、なるほど、そこからだからさ、どん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 盛り上がってって、1975年に東映ピラニア軍団結成、その時、若手だった渡瀬恒彦が束ねて発起人となり、渡瀬恒彦がじゃあ発起人というか、ちゃんと、まあ、発起人です、ね、まあまあ、軍団に入ってるわけじゃなくて、いや、ピラニア軍団がだからピラニア軍団として人気が出て、うん、LP レコードっていうかアルバムが出たんですよ、助けにって書いてますね、はい、でそれこそだから川谷拓三とか小林蓮司とか志賀勝とかがの歌が入ったアルバムで、ちゃんとそれに渡瀬恒彦の歌も入ってた、はあ、CD 買い損ねたんだ、これそれ聞いたことありますよ、何、嘘、いや聞いたことありますよ、あ、ないないない、アルバムが出てたんだけど買い損ねたんだよな、あれ、じゃあ、渡瀬恒彦コンピラニア軍団ってことということになると思いますよ、でも映画のピラニア軍団は、うん、渡瀬恒彦いなさそうだよ、まあ、渡瀬恒彦はだからあの発起人ですよ、発起人か、あっちはスターですから、うん、若手スターだから、小松芳生も出てる、うん、もうだったのかな、だったかな、どうなんだ、牛尾健二とかメンバーにそうだけど、志賀マサル、ロタケデヨ、うん、名前聞いても、うん、
須賀寛太郎ってどんな顔だった。倉本壮とかもスタッフ組として入ってますよ。あ、ピラニア軍団スタッフ組っていうのあったんですね。中島佐藤村長深作金次、村長ご意見番山下耕作倉本壮江戸家老倉本壮って東映でやってるの。彼脚本家としてねやってるんじゃないですかね。へえ、まあすげえ。 LP ピラニア軍団は三上寛プロデュース、坂本龍一、村上秀一、樫口哲郎、後藤継俊、斎藤信良が参加してるって。それはすごいな、うん、結構すごいですね。すごいな。だからまあその脇役集団ですよね、うんうんうん、でそれとそっから分かれたのかな。悪役紹介って、いや悪役紹介は入ってないはずですよ。柳信夫でしょ、だから柳信夫は一緒にいる脇役なんだけど、ピラニア軍団ではなかったはずです。さっきあの最初ら辺の話した仁義なき戦いの、うん、広島死闘編でした、失礼しました、広島、うん、2作目広島死闘編の方で、うん、千葉真一の子分役で、すんごい背が高いからすぐ分かる、あのここら辺に弾持ってる、猟銃持ってからあの殴り込みしますよこらーってあの声で、うん、まずいみたいな感じで出てきますからね、うん、出てきてますね。柳信夫もそうだよな。柳信夫もそうです。もう脇役としては、うん、メジャーの方になってるね。結局テレビの方でやっぱ名前がどんどん広がっていくんだよね。悪役紹介もそうだし、ピラニア軍団もそうだし、うん、脇役の方としてね、タンコボキバチとかね、タンコボキバチ名前からしたら怖いなあと志賀勝、志賀勝本当にヤクザだと思いますかね。あれはもう物本にしか見えない、物本にしか見えませんからね。分かりやすい、分かりやすい、なんか、はい、なんだろう、ヤクザの記号っぽい人だからね。記号出てきてますよねはい、じゃあちょっと書き込みの方を、はい、そうですね、皆さんの声をちょっと拾いたい、はい、黒田影さん、確認取れました、タクボンの息子さん、タイまで一時活動自粛、結果不起訴、不起訴してました空前のタイバンブームがここに、違う、覚醒剤ブームですよタイマンブームはアメリカです同じく黒田影さん、ピラニア軍団対大門軍団対たけし軍団、いいな、飯山さん、ドカベンの話題ですね。家族で見に行きました。家族はドカベンであっけに取られ、私はそれに加え同時上映の恐竜会長の伝説にダブルであっけに取られた。だーん、2本立てだったか同時上映だったんだそうだったんだ、きつい2本立てだな、ハズレ感漂ってるよね。もう一人同じく飯山さん、須賀寛太郎、うん、で時代劇で善人面をした極悪人をやらせたらピカイチな方ですね。ああ、写真見てもねちょっと思い出せないな、うん、須賀寛太郎、まあまあ、うん、そうか、タクボンほどメジャーではないよね、うん、名前は見るけど顔どんなんだっけって言われたら俺も今思い出せないわ。確かにちょっと善人そうな顔してる。けどだからこの川谷拓三さんもそうですけど、全力おふくろ様とかテレビの方でいい役だったりとか、うん、あとはどん兵衛、どん兵衛だっけ、山下さんもね、なんか映画になって、映画になりましたね、なったなった。だからあの何ていうのかな、そのいやらしい役、こうな気の小さい役っていうようなこともすると、うん、悪い役もできるし、はいはい、やっぱ案外いいやつじゃん的な、はいはいはい、テレビって特にそういった素の顔はどうだったみたいな感じあるじゃないですか、はいはい、なんか振り幅が広くなるのかなと思って。そうだね、だからタクボンのあの、うん、2年 B 組カンパチ先生みたいな、ああ、そう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 、ね、あれタクボンだ、金髪先生からのスピンオフみたいな感じで、はいはいはい、先発先生とか、先発先生とかね、なんかあったよね。先発先生はあの歌手の、ね、歌手の方がなんかやってましたよ、あのベートーベンみたいな髪型してて、流れる気しそうそう、すごいいい声の人、名前が出てこないや、うん、黒戸影さん、考えてみたらピラニア軍団って頭悪い名前ですよね言った途端にフルボッコされる確かに頭悪い、じゃあどうしたらよかったんだよ頭悪そうな軍団ピラニア軍団でしょ、なんか竜行の角貝軍団じゃん、読みにくいし、ダイオウイカ軍団、ダイオウイカ軍団ってなかなか見えてこなそうだし深海すぎて出てきてるのか出てきてないのかよく分からないサメ軍団とかシャーク軍団だったらなんか主人公から怒られそうだしね、うん、ピラニアぐらいがちょうどよかった、ちょうどよかったって、うん、あんまりねでかすぎても困るしね。須賀寛太郎といえばこれと、なんか、黒戸影さんがリンク貼ってくれたやつ、そっちか、あ、これか、いわゆるアスキーアートに出てる方ですね、はい、マロワとか、ね、ネットで、そうそうそう、ネット上で、ルフしてるやつですね、はいはい、うん、マロ系の顔、そうそう、 JPEG はとか言ってる、マロは JPEG が欲しいぞとか言ってるやつ、ね、ジップでくれジップでくれだってやつですね
あったあった、はいはい、そういう感じ。菅勘太郎さんご存命なんですかね。どうなんでしょう。黒戸影さん、どん兵衛の CM でも脇役だったんですよね、タクモさん。慎吾の方が目立ってたからね。いいんです、いいんですなるほど。なんか東映で、うん、東映の脇役を覚えるっていうのは、うん、結構面白いですよね。東映のあ、この人また出てるとか、そう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 、この人見覚えある、そう特になんか薬剤、実力薬剤ものってあの群像劇だから、うん、あのそういった人を片桐隆二とか、片桐隆二、あ、また出てるみたいな、はい、あの感じっていうのはやっぱ見る楽しさってなりますよね、うん、何度も見てしまうっていう、はい。飯山さん、大体悪徳商人とかの寄り合いだとかだとラスボスクラスです、菅勘太郎。うん、黒戸影さん、間髪先生を完全に忘れてますけど俺もなんか今話してて思い出した。俺も思い出した。タクボン結構すごいよね。学校の先生、左手を切り落とすバカなヤクザから学校の先生まで学校の先生まで。あ、そう、それなんですね、学校の先生なんですね。カンパチ先生だからね、先生だから。ああ、うん、まあ、まああったの、うん、まあ、怒るようなことじゃなかった。あの、本土の人はわからないかもしれんけど、うちのうちでカンパチって言ったらやっぱあの、うんうん、あの10円ハゲとか言うけどね。そうね、あの毛がしてこの毛が生えなくなってこうハゲてる、水ぼうそうとかのあとこ10円ハゲとかありますけど、10円ハゲ、うん、ああいうのカンパチ、沖縄ではカンパチって言いますからね、うんうん、あの渡るがピュンって、ね、カンパチ、あれ、あ、なんかでありますか、ね、ガッパイもいたっけ、ガッパイもいた、こうやってこうなってるんですね。エイリアンルツ将軍みたいな。ルツ将軍。そうです。だんだん分からん人が出てくる話になってた。例えすら分からん。黒戸影さん、ダイオウイカ軍団、すっごい迷惑、高校の邪魔。撮影に来られたらすげえ嫌。撮影にいたらすげえ邪魔するやつ。まあ確かに。酸っぱい匂いもしてる。アンモニア臭がする。アンモニア臭。まあそんな感じで。はい。はい、ということで、はい、川谷拓三さん、はい、まあ、これはもう王道でしょう、ね、脇役話としての王道でございます、はい、まあ、他にいらっしゃれば、はい、ね、あ、ごめん、ね、さっきの俳優で、はい、有名な俳優の息子で、うん、亡くなった人、はいはいはい、わかりました、あ、違うのか、違うかい。あ、だ、あ、菅原文太の息子、あ、そうなの、知らなかった、知らなかった俺も。息子さんの死因は電車による事故死、確か電話してる最中に。そうなんだ、俳優やってたはずよ、それ残念だね、うん、まあ以上です。さっきの俺のうろ覚えは、はい、キャップ、はい、じゃあ吉見さん、カンパチで思い出したんですけど、カンパチカンパチで思い出した、そっちで、うん、違う、あれ髪が一番消えた、まあいいや、あのね、うん、俺の話なんで、やっぱり冗談ってな話いきますよ、うん、やっぱりそう、それがなんでカンパチからなのか分からんけど、カンパチっていうのはハゲという話からいったんで、ハゲの話します。こっちのカメラに出しましょうか、ここでやりますか、あ、こっちでやりますか、こっちでやりますか、菊村さんカメラで、はい、ロバート・ピカードさん、名前から、見たこと、見た目から、え、頭、頭がロバートがピカードするからそうでしょ、ロバート・ピカードですか、うん、もうジョーダンテって名前もなんかジョーダンテ、あれだけど、あれメモがどっか消えちゃった、まあ分かる限りで、はい、ね、ロバート・ピカートさんは、まあ、はい、1970年代後半ぐらいから、まあ、テレビと、まあ、舞台とかで、いろいろ活躍してた方なんですけども、デビュー作が、ハウリング、多分冗談っていうのはハウリングですね、がデビュー作、デビュー作で、はい、何役だったかというと狼男役です。こんなピカーとしてるのに、ケムクジラの役になります。こんな感じですね。ちょっと写真、これ変身シーンでちょっと暗くて分かんないですけど、目しか見えない、うん、ちょっと暗くて分かんないですけど、あの髪の毛多いですよ、ハウリングの髪はどうしてる、これ髪もメイクです、メイクです、特殊メイク、はい、この時でもピカードしてたの、ピカードしてます、ロバートが、俺のロバートがピカードする、ロバートがピカードしてたんですよ、すみません、髪どこいとかな、お家忘れてきたかな、まあいいや、本当に思い出しながら行きますね、じゃあ、はい、まあハウリングの一番、うん、なんていうの、店、特撮的な見せ場、全身が、毛が生えてきて顔が伸びて狼男になるっていうのを、うん、このロバート・ピカードさんがやってるんですけども、うんうん、
他にも、いろいろ出演は多くてですね、まあインターネットムービーデータベースを見た限りでだと、うん、出演作だけで200本以上超えてます。すごい。だからもう数としてはもうものすごい多いんですよ。何でも出てる方ですね。けど俺初めて聞きましたけどこの方の名前。特撮ファンというか SF ファンとかには一番メジャーなのがスタートレックボイジャーというこれテレビシリーズですけど、うん、なんだピカード館長だ。違う上げてるし違う、違いますね。ホログラフィックドクターという、ドクター、ドクター役で出てる。お医者さん役。お医者さん役で知ってる。スタートレック見たの？俺他のシリーズのボイジャーちょっと見てた。ボイジャーだはテレビシリーズで170本ぐらいエピソードあるんだけど、うんうん、ほぼ全部出てます。ああ。他のだからスタートレックってシリーズがいっぱいあるじゃないですか。うん、他のやつにもなんかその役で出たりとかはしてたりするんで、年取らないですからね。そうホログラフィックだから。あとはね、あと声だけの出演っていうところで言うと、シュワルツネッガーのトータルリコールのタクシー、うん、ロボットタクシーみたいなのがあったんです。これですよ。そうそう、人形が、人形だけ動いてたから、こんな人いらっしゃいますよ、どちらまでみたいな感じので、それ大問題になってるけど、そうそう、どこまでっていうのの声をやってたりとか。マニアックだな。わからない。あとメジャーなやつ何があったかな。ちょっとね、だからその書いたメモが行方不明になってしまったので。多すぎますね。多すぎるんですけど、多すぎれん、多すぎれんもあったな。大杉蓮も演じてる。大杉蓮は演じてない。結構出るよ、主役になってきてるわ。で、このロバート・ピカードさんはもういいですよ。はい、言ったようにそのダンテの映画のもうほぼ常連で、うん、ハウリングから始まって、はい、ほぼダンテの作品にはほぼ全て出てます。で、大概なんかちょい役だったりとか、まあいい役もあるんですけど、インナースペースとかだと、はい、カーボーイっていう、あれは髪の毛ふさふさの役でしたが、あれそうだっけ、うん、ですなんか髪の毛ふさふさの役で、なんか主人公のマーティン・ショートがロバート・ピカードに扮するっていう、なんか、ロバート・ピカードに扮する、カーボーイ役なんですけど、マーティン・ショートが主人公だけど、体の中に、なんだっけ、デニスじゃない、デニス・クエイド、デニス・クエイドが、ミクロ化されたデニス・クエイドがマーティン・ショートの体の中に入って、そうその中から電気ショックかなんかで、うん、マーティン・ショートの顔を変えるっていう、忘れてんな、インナースペースね、コピコピコピコってなって、うんうん、それが、変身したらロバート・ピカードの顔になってるっていう。マニアックだなって言われてもなんかそんな驚きが難しい驚き。あとは何だろう、この頃ぐらいまではなんだ、ピカードさんも、髪の毛があったりする役なんですけど、あとグレムリン2だ。はい、グレムリン2では、グレムリンと結婚してしまう男。あわかる、ちゃーん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 のやつで迎えるんだよね。そうグレムリン2のオチですよ、一番。はいそうトランプタワーに似せたビル、今トランプ話題ですけど、とか、あとはそっか、社長じゃない、社長重役か何かで、社長のだから右腕みたいな感じで、だからひどい目に遭うんだよ。そうでひどい目に遭って最後グレムリンにぶっちょぶちょキスされて、結婚することになっちゃうってやつだよね。まあいっかっていう、そう幸せだからいい、受け入れてしまうバカとかっていう役をやってたりとかしてます。あといっぱい出てますよね、うん、スモールソルジャーズ、スモールソルジャーズでは、科学者役かなんかだったのかな、うんうんうん、あとはあとベンテンね、ベンテンだっけ、ホワイトコート、まあ、アニメだなこれ。あとテレビシリーズいっぱい、テレビシリーズはね本当に刑事コザックとかも出てなかったかな、うん、コールドケース、クローザー、 CSI ニューヨーク、 CSI ニューヨークは、もう出てるけど、これダンテの演出エピソードです。あ、警官役とか仲いいんですね、お友達なんでしょうか。多分そうだと思いますよ。ハウリングでデビューして、その後に、うん、これまたダンテのエクスプローラーズって映画にも出てるんですけど、うん、こっちはもう一人三役やってます。うーん、スターキラーっていうなんかかっこいい宇宙のヒーローをやったり、うん、宇宙人役をやったりとかしてる、うんうん、ロバート・ピカード、ロバート・ピカード、見た目と顔が
結びつきやすいと思いますんで、ぜひ覚えてください。しかもニアポイント出てるんで、みんなピンと来ないっていう感じが。ピンと来ない。見てるはずだけどピンと来ない人。ピカードなのピカッと来ないの。ピカッと来ない。ダジャレばっかりです。黒トカゲさん、ピカチュウって書いてるけど。ロバートピカチュウ。新スタートレックのピカード艦長も狙ってるんでしょうかねって書いてるけど、新スタートレックより、新スタートレック今ちょうどね62歳なんですよ、ピカード艦長、なれるかもしれない、なれるかもしれない。いや、もう一人のピカ、だからあの本物のピカード艦長はね、もうあの X メンでもうすっかりこうね、体力消耗するはずですけど、車椅子もなる、あいつはひでえ、なれるかもしれないですよ。まあ、そんな感じでロバート・ピカードを僕はおすすめしたかったという。いいですね、この脇役、脇役で200本以上も出てて名バイプレイヤーなのに顔誰も覚えてないっていう。脇役の条件を全て揃えてますね。揃えてどうするんだってなんですけど。黒トカゲさん、左手にサイコガン仕込んじゃうタクボンさん、それで不良生徒ガンガン打っちゃう、それじゃビッグマグナム黒色先生ね、安志の方です、安さんね、安さんですね。飯山さん、映画会社ごとにも脇役って見始めるとどんどん気になっていきますね。なるんだよね。ありますよね。黒トカゲさん、頭がピカードって言うな。ピカチュウ。黒トカゲさん、また強制 CM 来た。しかも長い。絶対に見ないぞ、エグザイルの映画。エグザイルの映画ってあるの？ピカードが出てんだったら俺見るよ。エグザイルかピカード。松野くん、自宅からこんばんは。はいはい。早く脇役、刺身のわさびのようなないと物足りない味わい深い存在ってことです、ね。もううまいこと言っちゃったよ。うまいこと言っちゃった。出せよって。ピカードは別にいなくても。フェイスブックの動画のやつ、どうねってやってる。生放送。はい。今放送中にやり方を聞くってどうあれと思ったんですけど。調べてみたさ。ライブ放送ありますからね、お願いします。はい、ということで、名脇役その2ということで、ロバート終わってから見つかった。なんか言い忘れてることありません？つぶやきは全部、やりました、大丈夫、ない大概覚えてることよかった、書いてるうちに覚えた。カンニングの意味がなかった。そうカンニングペーパーの黒トカゲさんの最新、これ拾った、こんだけ言われてそうなんだばっかりで知ってたって言われないピカードがかわいそう。ああ、まあね、もうけどさ、脇役なんか本会だよね、脇役の本会、脇役としてはね、もうぜひ言われたいことが。そうなんだ、誰だっけみたいな。冗談っての映画を見れば必ずというかほぼ必ずどっかに映ってます。ハゲ、あのピカーとする感じが、ピカーとしてる感じがしてない可能性もあるんで、すぐに龍二ハゲっていう言葉が、今いらんこと、おかしいこと言ったなと。インナースペースではカーボーイ、メイフィールドの怪人たちでは、清掃員、グレムリン2ではそのフォスターという、ね、メイフィールドの怪人たちでゴミ収集車が、ね、来るネタってよくあるじゃないですか。ゴミ収集車の乗ってる一人がピカーです。2人いるよね。2人います。覚えにくいな。マチネでは映画館の館主。あ、そうだった、ね、じゃ あ、あのキャッスルにいろいろひどい目に遭う人だ。そうはいはいはい。ルーニー・トゥーンズ・パック・イン・アクションでは重役の一人。大体そんな役ですね、あ、スター・トレック・ボイジャーでは脚本やったり演出もしたり、意外にそういうこともしてる。なんかって言おうとしたんだけど、特に何もなかった脇役だから。この際だからもう一人言っていい？あ、どうぞお願いします。今、メイフィールドの怪人たちで清掃者の二人いるって言ったじゃないですか、あのロバート・ピカードと、もう一人、はい、もう一人の方です。誰ディック・ミラー。ディック・ミラーさん、はい、ディック・ミラーさん、なんか見たことある、見たことあるような、ないような、かもしれないです。なんかアメリカ人の俳優のよくある一人にしか見えない。ちょっと古いね、これちょっと古いですね。今もう80歳ぐらいになって、白髪で結構、この写真自体がなんかもう30年ぐらい前だと思う。なんかアメリカの友達のお父さんディック・ミラーで出されたら、あーみたいな。これが、まあ、1928年生まれなんで、もう本当80、1928年生まれ、はい、じゃあ結構なお年ですね。もう80でもう白髪で、もう結構なヨボヨボみたいな感じになってはいるんですけども、はいはいはい、でこの人はもともと脚本家志望だったんですけど、はいはい、1950年代にロジャー・コーマンのところに
行っちゃったんだ。行っちゃったんですよ。行っちゃったら、人が足りないからお前出ろと。そうなりますよね。いうことで俳優デビュー、1955年荒野の待ち伏せという映画に出たんですけど、はいはいはい、西部劇なんでしょうね。西部劇です。西部劇で、インディアン役です。なんでなんか知らんけどインディアン役で、ガンマンに撃たれて死ぬっていう役やったんですよ。まあけどなんか分かる気がします、はいはい、まあまあいかにも脇役です。脇役ですな、うん、で、何日か経ってから、ロジャー・コマンから、うん、またあの出てくれよ、うん、あいいっすよ、何ですか次の映画ですかすか、いや同じ映画だよ、どんな役ですか、ガンマン役だっつって自分で自分を撃ち殺す役だねある意味理想、ある意味理想こっちへインディアン、こっちへ白紙してガンマンもう生の怒りとか言ってバーンって撃たれるということで、ロジャー・コマンのところからデビューして、まあ、すごいっすね。70年代ぐらいまでもう火の鳥みたいな話ですねで、いろんな、まあ ロジャー・コマンのところですから、うん、安く大量生産というか、うんうん、数はいっぱい作るんで、いろんな映画が本当に出てはいるんです、はいはい、で主役も一応やってます。リメイクされた有名なリトル・ショップ・オブ・ホラーズ。ああ、なんで主役、主役、ああ全然頭に出てこない。主役っていうか50年代ですよ。60年か。あ60年代、60年代、あ 知るわけがない、はい、60年、うんうん、あと血のバケツとか金星人地球を征服とか、金星ガニが出てくるやつ、金星ガニが出てくるやつ、ああ金星ガニしか頭にない、はい、とか、まあそんな感じでいろいろ出てくるんですけど、うん、あとはまあでも、いやなんかアメリカ白人の、うん、のちょっとこう快活そうな人っていうイメージ、いろいろあるんですよ。でも、多分スピルバーグファンの林とかでも覚えてないと思うけど、1941でも出てるんですよ。何の役ですか。警官役で。何の警官、え、どこで警官っていっぱい出てるから。そう警官って1941ってもう本当にごっちゃごちゃしてるから分かんない。警官も100人ぐらい出たんじゃないですかその中で出てるんですよ分からない。あとスコセッシのニューヨークとか、ニューヨークとか、あアフターアワーズとかね、ロバート・ゼメキスの抱きしめたいとか、ユーズドカーとか。ちょっと待って、抱きしめたいの何の役、何の役、何の役だったかちょっと忘れましたけど、サミュエル・フラーのホワイトドッグとか何でも出ますね。出てます。あと白人、黒人だけど、そこそこ有名なところで言うと、ターミネーターの1作目、はいはいはい、1作目のターミネーターが、現代というか、あの1984年の現代、ロサンゼルスに行きます、にシュワルツェネッガーがターミネーターが来て、ガンショップに行くじゃないですか。ガンショップの親父なんです。あー分かった。ウージーサブマシンガンをくれから、ね、そうそう、はいはい、でバーンって撃ち殺されるバサ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 バーンってドーンってね、あっがロバート・ピカードです。違う、ロバート・ピカードじゃないよ。あディック・ミラーです。ピカッとしてないじゃないですかパルプ・フィクションにも出演したらしいんですけど、カットされたらしいですちょっとね似てますよね、はい、あの方に、なんだっけ、タクシードライバーでスポーティーの役やってた、ああもみきのやつ、もう忘れたそっちかよって感じだけど似てます似てます。で、ダンテですよ、はい、でまあメイフィールドの怪人たちの清掃員の一人と言いましたけど、ロバート・ピカードとの相棒、ダンテの作品で一番有名なのはグレムリンの、襲われる役、グレムリンに襲われる、いっぱいもう襲われてますね、なんだ、外国製品大嫌いなやつ、日本製が嫌いな製品、あのお百姓さんだ、そうそうそう、お百姓、そう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 、そうだよね、このノート全く日本製のテレビはこれだからこれだからダメだとか言ってね、主人公があのフォルクスワーゲンかなんか乗ってたら、外国車だこれだからダメだ、そう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 、ああ分かった、今天と天がつながって天にしかならない天線にはならないでダンテの、デビュー作ハリウッドブルーバードっていうやつからも出演してるんですよ、まあ、ロジャー・コーマンのところで、はいはいはい、ダンテもロジャー・コーマンのところでやってますから、で、ね、うん、でそのハリウッドブルーバードって映画は、まあ、B 級映画専門の映画会社の話なんですけど、うん、そこの会社、映画会社の社長がこのディック・ミラーがやってるんですけど、うん、まあ、主人公の女の子がなんかその B 級映画にいろいろ出て、うん、とうとう私の出演作が出来上がったわ、 B 級だけどね、みんなで見に行きましょうっつってドライブインシアターに行くんですよ、あ安いやっぱそこかってやつね、で何本か、3本立てとかだから、うんうん、私の映画この次ねって言って流れてるのがディック・ミラーが出演したロジャー・コーマンの、なんだっけ、ああカンプの行きまいそうとか、うんうん、なんか、江戸川乱歩シリーズ、はいはいはい、ポーのやつです、ね、ポーのやつがなんか流れてて、うん、あれあなたじゃないってなんか言われて、ああ昔は映画会社やる前は昔は俳優だったんだよとかっていう
うちはネタのような、なんかよくわかんない。そのためだけにキャスティングされた感じで出てますね。そうそうそう、脇役のための脇役みたいなやつですね。そうですね。いいですね、それ。あと、マチネ。ああ、土曜の午後はキスで始まる方ですね。はい。ジョン・グッドマンが、うん、映画監督で、あのキャッスル役で、はい、映画監督で、まあ、新作映画を、はいはい、マントというあり人間のなんとかみたいなやつを、上映しようと、上映それですね、あのだ、あそうそう、それでフロリダなんだよね。そう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 、運悪くキューバ危機で核ミサイル落ちるかもしれない、大騒ぎっていう時にこんな危険な映画持ってくんなとかって、うん、か映画館、うん、映画館の前でこんなあの何青少年の育成に悪い映画をやるなって引け張ってるんだ。そうそう、なんかこんなというか、ね、2人なんかこんなチラシ配ってこんな映画見ないように運動しようぜって言ってるやつの1人がディック・ミラーです。知らんわ。もう1人はジョン・セールズです。ジョン・セールズなの、はい、アナザー・フロム・プロフェッサー。あ、そっか。そうなの、はい、ジョン・セールズなの。ジョン・セールズはだってピラニアの脚本でデビューですもん。そうなの、はい、でディック・ミラーがこんな映画見ないようにしようってチラシ配ってんだけど、主人公のガキは SF ホラーファンなんですよ。うん、そうだよね。あいつなんか見たことあるつって家に帰ってなんか SF、ホラー雑誌を見たら、金星人地球を征服かなんか本当の話じゃないですか。あいつだ。本当の話じゃないですか。っていうネタがやらせだった。あれただのうちわネタ。ジョン・セールズっていうと、あれジョン・セールズって、まあ、今社会派ですけどね、ウンタマギルに出てると。あ、出てます出てます。そうですね、ウンタマギルで琉球沖縄あの軍政府の長官役で、豚の血をね、あ、輸血というかこう言って快楽にふけているあの長官の、アメリカ軍長官の役やってますよね、ジョン・セールズ。これで今沖縄がつながりました、無理やり、はい、でそのディック・ミラー、1950年代からまだ活躍してるということで、はいはい、2014年こんな映画ができました。これ何ですか。見えますかね。ザ・ガイ・ディック・ミラー、その男ディック・ミラーというドキュメンタリーが、あ、ドキュメンタリーなの、はい、その男凶暴につきみたいな感じになってますよ。その男ディック・ミラーですね。その男ディック・ミラーという映画が公開され、これ監督は、監督はちょっとね、若い人だと思います。若い監督さんで、だからあのいろんな人にロジャー・コーマンとかダンテとか、うんうんうん、ジョン・セールスとか、あ、けど面白そうですね、出てました。なんかこういう映画が出てるんですよ。けどディック・ミラーさん今の話聞くと、うん、なんかあのなんていうの、成功してやろうとか、うん、こうなんていうか、スターになりたいとか、ああいうような欲がない方よね。そんな感じだよね。なんかひょうひょうとしてる感じ、ひょうひょうとしてて、そんなにあのなんていうのかな、このこうアメリカンドリームみたいな感じではない、うん、はいはい、まあ、ピカードさんよりは目立つ顔だから、うんうん、なんとなく見たことある人はあるかもしれないですけど、うん、なんだっけぐらいの、まあまあ中途半端な印象しか残らないかもしれませんが、わかりました。今日覚えました。ディック・ミラーとロバート・ピカード、ね、まあ、ジョン・ピカードって言うのもう間違ってる。ディック・ミラーさん、はい、ロバート・ピカード、ハゲてるかハゲてないか。ハゲてるかハゲてないかじゃないな。わかりました。わかりましたかね。はい、そんな感じで。なんとなく今、なんとなく頭にインプットされました。そんな感じで俺のおすすめ、ダンテ脇役。けどこれ、こういうのを知ると、うん、見る楽しみ出てきますね。そうそうそう。映画の内容ともかく見てる。でもないけど、まあまあそうかな、でもな。また出てるみたいな。クリープスっていうなんか、うん、変な映画、変なホラー映画が、90年頭ぐらいかな、うんうん、80年後半ぐらいにあったんだけど、おどろおどろしいフォントがでね、字体で書いてますけど、ロゴがね、クリープスっていう映画、なんかね、なんかナメクジみたいな怪物が出てくるような、うんうん、あったんですけど、クレジット見てたら、はい、まあまあ主役誰々、はい、主役というか誰々誰々って名前出るじゃないですか、キャスティングがね出てきますけれど、特別出演みたいな感じでディック・ミラーってあったんですよ。そんなにすごいことか、そんなにすごい人なんですよ。だからあ、すごい人なんですね。もう完全に俺舐めてかかってすみません、申し訳ない。というぐらいすごい人なんだということを覚えて帰ってください、ディック・ミラー。三大なんとかみたいな。すごい、でもいい人そうな顔してますけど、悪い人の役とかもやったりするんですか。悪い人をやってるよね。だからリトル・ショップ・オブ・ホラーズは人食わすもんね。あ、そっか、ほら、あの育てるためにね。そうそうそう、鼻のために。けどすごいいい顔ですよね。いい顔、いい顔。味わい深い顔しておりますよ、うん、という感じでディック・ミラーでした、はい、それか、はい、素晴らしい。ちょっとじゃあ三大話にしたけど、もう一人言ってほしいですね。ちょっとあのコメントご紹介いただければと思います。
失礼。黒戸影さん、スタジオ内のピカードの、ピカード愛のなさがすごい。ちょっと待ってください。有名な人モニターの向こうの皆さんもピカード愛ありますか？俺はない。そんな有名なの？ないと思う。黒戸影さん、ディック・ミラー、脱色したサミー・デイビス・ジュニアって感じだって言いながら、多分俺が言う前だ、言う前だと書いてくれたと思うけど、黒戸影さん、ああ、ガンショップの親父、飯山さん、ああ、ターミネーター、武器屋の親父。ここで装備していくかい。なんで、ああ、対決。黒戸影さん、脇役ってか、エキストラに毛が生えたようなもんだね、ディックさんの芸歴。最初はね。面白い。飯山さん、黒戸影さんにあの数で負けました。ああ、またエグザイルの CM だ、舐めとるのか。入れてないんだ、あの入れられないのかな、あのサファリとかだったらあれだったりするか、うん、飯山さん、けど実はディックミまで聞いて一瞬ディックミでを思い浮かべた私。俺も言った。松浦君、チラシのミラーさん、いい笑顔ですね。黒戸影さん、ディックさん、最後に見直してしまった。なんかけど、あのディック・ミラーさんは話を聞くと、うん、なんか好感が持てるというか、うん、いい人そうだなって、すごくなんかこうちょっとね、興味が湧きましたね。自分をインディアン役やって、うん、で自分のそれを打つ役をやって、文句の一つも言わないんですよ、うん、でしかもそれを人に聞かれたら喋るみたいな、うん、あのこのひょうひょうとした感じがなんかこうなんか面白そうだなと思うんですけど、ピカードさんは名前のインパクトが悪いのはそんなにって感じですよね。そうか、ちょっとコメントもう一つよろしいですか。コメントもこんなもん感じ、こんなもんこんなもんね。あ、ガンショップの話やった、はい、やりました。ああ、もうガンショップの今こっち、やっぱガンショップみんな好きだな。やっぱわかるかい。あれ最初も殺人でしょ、考えたら。そうそうそう、あ、じゃないか、最初はだからあのーなんだっけ、あ、公園のビルパクソンですよ。ビルパクソンがあのパンクの、 あのパンク、パンク偽パンクみたいなビルパクソンを殺されるところの次ですね、あの初めて銃で殺されるやつです。はいはいはい、そういうこと。黒戸影さん、いや、ガンショップの親父は吉見さんに言われて気づきました。あ、そうか。いやー、気づかなかった。ハウリングでは、銀の玉を、狼男を殺す銀の玉を売ってくれる古本屋の親父です。ディック・ミラー。結構キーマンなんですね。で、殺されるのはピカードです。なんこれ、ダンテと、ディック・ミラーとロバート・ピカードだけの話が全部。これなんかエコシステムみたいな。こう、いや、環境にいい、手塚治虫みたいな、あれですよ、スターシステム。スターシステムですね、うん、なんかこうなるべく労力を使わないような感じになってるのかなと思ったけど。なるほど、はい、労力使わないわけうまく回ってじゃないと思うんだ。なるほどね。けど、いや、面白かった。ピカードはともかく、なんかピカード落とし、どんだけディック好きか。そう、どんだけピカードに興味がないか。ミラーいいですね、ディックミラー。うん、いい話聞きました、ありがとうございます。なんか松浦君からなんかコメントの方、そっちはまだ更新されてない、来た来た来た。松浦君、特艦メンバーの話を聞いてると、どの人も脇役に思えないくらい話が濃い。まあね、脇役なんてだから人間一人の話だから、はい、それは濃くなりますよね、はいはい、どんな脇役だからって言って。じゃあ話が濃い脇役って言うと、角川春樹も思い出したんだけど。角川春樹が脇役、ねえ、どこに出ましたっけ。初期の角川映画にはほぼ出てるよ。いや、だからそれは、あ、分かりますよ、分かりますけれど、それってだからヒッチコックシステムでしょ。現場体制にも出てるよ。アニメの方に。どんだけ好きなの。出てくるから。時間が止まった新宿の街中の警官役で出てます。飯山さん、実は今やハリウッドの生き地引き的存在の一人と言えるのではないでしょうか。誰が、ディック・ミラーさん。あー、そういう意味でも貴重 なのではって書いてるけど、ハリウッドの中心に行ってないような気がするんだよな、ディック・ミラーは。ハリウッドの周り。周り、うん、周りの中心人物。なんか日本語が変だけど。黒戸影さん、手話に、小説なんかに未来の銃の名前言われて聞き流すあたり、あの親父は本当は銃に詳しくないって演出なんですよね。考えすぎって書いてるけど、プラズマライフルをくれって言われて、そんなら、ああ、うちは置いてねえなーかなんか言うんだよ。ああ、分かる分かる。プラズマなんとかなんとかって言ってたでしょ。けどさ、あれ見た時に思ったのが、シャルツネッカーポンコツだなと思ってた。お前84年に来たんだろうって、なんか
データベースが貧弱だなと思いますよねとちょっとね思いました。黒トカゲさん、あれあれ配信が突然止まった止まった、はい、ごめん、もう前半後半分けよね。あ、はい。